はい、意識 TV のイシです、こんばんは。2022年4月1日の動画2期となります、えー。ついにね、社会人4年目かな、がイシキンスタートいたしました、開幕しました。はいえー、その記念すべき1日目は、あのーまあ、結論から言うと、すごくね、えー、絶好調というか、最高の、幸先のいい、良い、幸先の良いスタートを切れたのかなと思います。はい本当に えと仕事の、えー、方もブログのっ、えー、とも、ね、昨日の昨晩、えー、予定していた、えー、予定していたというかこれをね今日やるぞと決めたタスクをしっかりね、あのー、ほぼほぼおおむね、えー、しっかり処理,処理することができてですね非常に本当に充実した、えー、満足感というか達成感のある一日でした4月1日。はい で、えっと、そうですね。まあ、あ特になんかその、これか、今ね、新しい、えー、記事をね、大量に今、えー、っと、会社、会社というか、えー、運営の方で作ってるんですけども、えー、新しくね、いろんな方、いろんなライターさんに協力、えー、していただくことになっていてですね、本当になんか、えー、一人一人、えー、新しい方なんですけども、初めて仕事、お仕事する方なんですけども、皆さん本当に、えー、その、 提案文書も、えー、素敵きだったしあの人柄もね、えー、人柄というか人となりというかも素敵だったし、あのー、対応も素晴らしかったしいろいろね本当にあに、のー、いいなと思う、えー、一緒に仕事、えー、していきたいなと継続して仕事していきたいなと思える、えー、思わせてくれる、あのー、素晴らしいライターさん、えー、ばかりで、えー、これからねどんなコメントというか紹介文を書いてくれるか非常に楽しみです。はい そんな感じで、ちょっとね、その方々とのコミュニケーション、しっかり僕の仕事であるので、しっかりね、早く的確に、あとはスムーズに、あとはね、一人一人と心身向き合って、なんか余計なストレスとかけないようにして、スムーズに記事執筆を進行していただけるように頑張ろうと思います。はい でまあね本当ににの本当に調子良かったんであの、ね、1日以降もまあね、えー、死なない程度に、えー、と頑張って手を動かして、えー、全力で頑張りたいと思います。はい、で、えっとまあ、今日、ね、短く2個目は、えー、っと大学の時に、えー、3年の後半方、えー、忘れたんですけどもあの一緒にインターンを、えー、していた今ねエンジニアで。 えー、活躍しているあの僕がね今,今でも LINE とかね電話とかする、えー、数少ない女友達大学の、えー、なんですけども、えー、彼女にえー、っとまあ夜ね本当はお風呂上がって3時間ぐらい、まあ、ブログ作業、えー、するぞと思ってリビングでね構えてたんですけどもなんか、えー、なんかこの一日の今日一日のことを振り返ってそれが終わってからねさあブログやるぞと思ったんですけどもなんかこう急にね あ電,話した電話したいなってなって、えー、気づいたらね電話 LINE、えー、電話かけててですね、えー、何コールかした後にあのに、ー、無事ね無事というか、えー、運よく出てくれてですねあの電話2時結構ねあの2時間ぐらい、えー、しましたけども非常に楽しかったですはいまあいろいろね、あのー、彼女は最近転職,、えー、転職最近ではないか最近とか転職したりとか引っ越しとかしたりとかいろいろねん、あのー、だろう 生活のの、えー、変化があったのでそれについてね、えー、聞いたりとか、まあ、あとは何だっけなえー、っとそうですねうんとまあ、えー、っと3人でねもう1人、えー、仲いい、えー、女の子がいるんですけども3人でよくあのよくというかなんだろうな、えー、半月ごとぐらいに。 半年ごとぐらいにどっかね遊びに行ったりとかしている中なんですけどもその3人でね昔行った昭和記念公園の公園を見に行ったねとかねんだっけ僕の最寄りに来てあそこにカフェで飯食ったねとかスーパー銭湯行ったねとかねそういう感じで振り返っていましてじゃあ次はね最近ちょっとまだ3人で行けてないので次はどこ行こうかなみたいな感じでちょっとねだらだらと。 えー、楽しくおしゃべりしたりとかね、はい、えー、してました、はい。で、その中でですね、あのー、なんだろう、えー、っと、昨日かな昨日の多分動画日記で、えー、っと、Google、Gmail アドレスの、あ、違うかな昨日、おとといぐらいの動画日記で、えー、っと、Gmail のエイリアスっていう、えー、機能があってですね、その、例えば、えー、石金 と、えー、いうのがあったら、その意思金の後にプラス記号で任意、えー、のね文字列をつけると,、えー、と元のメールアドレスに届くような新しいメールアドレスが作成できるというそういう機能がねあると友達を教えてもらったという話を 30, 30日の動画に来てしたんですけども、えー、それが早速今日、えーまあ、彼女と電話してて役立ちました。はいでそのね彼女がえー、っと 悩,悩んで悩んでっていうか、えー、と悩みを抱えててですねえっ、ー、となんだろうなんか英会話的な、えー、オンラインの英会話的な、えー、サービスに無料登録、えー、しようと、えー、してたらしいんですけどもなんか、えー、メールアドレス入れたらですねえー、っとなんかもうすでに、えー、このメールアドレスは使用されていますということであのわけのわからない状態に、えー、なってですねそれで困っていたんですけどもその早速エイリアスの 話をして、えー、と教えてあげるとですね、その、えー、プラス記号をつけたらですね、なんとね、えー、とうまく、えー、無料登録ねできるできた、えー、できたらしくてですね、早速その新しい知識が、えー、役に立ったなと、人の役に立ったなという感じで、えー、非常に、えー、嬉しくもあり、面白く面白くもありました。はいえー、そんな感じで、えー、すかね。はい ーと4月1日は、えー、あーとね、あの電話しながら、えー、と過去の動画日記、えーね、結構なんだろう、今が4月なので、えー、と結構、ね、半年、えー、分ぐらいまで、ね、スクロールして。 えー、巻,き戻巻き戻すっていうかスクロールして振り返ってくれたりとかしてねでしかもそ,そこで登録、えー、してくれたりもしたんで本当に、えー、それも合わせて、えーまあ、会話も楽しかったし、えー、登録も嬉しかったしということで、あのー、いい、えー、4月1日遅れたかなと思ってます、はい、そんな感じで,、えーっとそうですね、4月1日の動画に今日記はこれで終わりたいと思いますバイバイ